あ、気持ちいい。これ気持ちよくていい、はい、今のうちめっちゃ伸ばしとこうと思ってグッドモーチですよ。はい、グッドモーチ。はい、常に手を上げて、グッとこれも太ももの裏を伸ばして上がってきます。はあ、これも伸びるから気持ちいいよ。そうですね、これ気持ちいいですよね。最近はこういかに楽に聞かせることができるのかっていうので、うん、そうですね、うん、まあ、きついのやって聞くのは当たり前やから、ね、うん、でもきついのでしかないとやっぱり続かなかったりね、うんうん、あと危険なのがきついのやってるから痩せれる的な、うん、なんかその勘違いでその分食べちゃうみたいなあんだけ頑張ったから、うん、足ワイドに開いてもらって、でお尻を突き出さずにお尻を前に持ってきたままこの内転筋を伸ばしていきます。きついんですよね。ちょっとバウンドしながらお尻を後ろに突き出しません。気をつけよう。私もワイドいつもやってるから、ね、こうなっちゃいやすいけど、そうそう、これはお尻を今回は前に、よし、でこうすると内転筋に付け根のところに行きます。ちょっと鏡を見ながら、うん、お尻をひっこめるぐらいの感じでね。効いてますね。これは効くわ、あ、これめっちゃ効くわ。できます。ちょっと癒してください。はい。まあ、鍛える動きばっかりじゃなくてね、こう伸ばす動きもしっかり、うん、まあ、みんななんかこう鍛えすぎて太くなったっていうコメント結構ありますけど、あ、はい、まあ、鍛えすぎたら当然太くなるので、バランスよくやって、うん、筋肉がもうこれ以上いらんっていう人はそんな鍛える種目をやらなくていいので、はい、伸ばす種目をやってください。あと有酸素運動ね。私最近そっち側になりましたね、完全に、はい、あ、そっちもうだから腹筋とかも、まあ、元から結構きついけどでもなんかガンガン昔はやる系だったけど、今はもうストレッチとかのが多いですね。あ、今度サイド、はい、右側に回って右側だ、これもまあゆっくりでいいです。しっかり伸ばすっていうところを意識して、はい、伸ばして、まあ、全ての動きでそんなにこうね鍛えるっていうことを意識しなくても、きちんと筋肉を伸ばすっていうことを意識して、両側やっちゃってるね。すいません。時間の関係上、片方ずつやってます。悪いわって本です。まあどっちでもいいんだけど。伸ばすのは楽やと。
硬いから。でもなんだろう、その前ガンガンやってた系の私から言うと、うん、伸ばす方が本当難しい、うん、そうだね、うん、なんか聞かせるのをもっと筋トレより意識しないと、うんうん、どこ伸びてんのっていう時があるからあんま伸ばすこととかみんな意識しないもんね。うん、そうですね。タイムコンプリート。